今日もアコギデオールディーズの解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回演奏しましたのは、ジョニー・ティロットソンさんの、ポエトリー・イモーションという曲を演奏しました。いやー、すごい素敵な曲ですね。これは すごい素敵です。もうポエトリー・イモーションですよ。なんて言ったってタイトルがすごいですね。もう詩のような優雅なあなたの動きみたいな、なんかそこをそれが素敵で仕方ないって、そこばっか見てます。詩のようなあなたの動きをっていうね、恐ろしく素敵な歌詞ですね。もうすごいびっくりしました。初めて聞いた時は、自分も作曲するので、そういう感性を磨かなきゃなと思い知らされた気持ちになりましたね。はい、という Poetry in Motion という曲を、演奏しました。で、弾き語りなんですけどね、なんとかいろいろ工夫してやりましたんで、でその辺を、双方解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、また初心者編とマッツ双方編と、2つ分けていきますので、よかったら、まあ、どちらも絶対参考になると思うので、よかったら見てみてください。お願いします。はい。では、早速、初心者編からいってみましょうか。で、初心者編も、難しいことをせずに、シンプルに楽しんでいけたらなと思います。で、まず、キーが A フラットですね。G の半音上、A の半音下。で、今回、1カポにしてます。で、キーが G の動きで、動きっていうかコードで、やってますね。オープン G だから半音上がって、A フラットという形になってます。で、使うコードは5個かな、もう単純になってますね。まず G、便宜上 G、キー G でいってきますね。G、オープン G ですね。で、次が E マイナー、次 A マイナー、寂しい感じの方で D、 この繰り返し G、 E マイナー、 A マイナー、 D、 この繰り返しですね。このキーが、ちょっと救急車が鳴ってますけど、キーが、A フラットで1カポにしてますんで、開放弦がめちゃめちゃ使えるのですごく美味しいです。話したの今鳴ってるのが G の構成音が鳴ってるので、だからこ、コードチェンジするときもこの1,2,3,4 で、もう開放弦がバリバリ鳴ってても不協にならない。 E マイナーから A マイナー行くときも、まあ、もちろん違和感はありますけど、開放弦が鳴ってる状態で A マイナーで、次 A マイナーから D に行くときも、開放弦鳴ってても D、 同じく D から開放弦鳴っても G ってこういう感じでいけるので、すごい、なんていうんですか、コードチェンジが、まあ、ごまかせるって変な言い方ですけど、サビの部分ですね。ずっとこんな感じですね。この4つを使います。で、B メロ I love every moment の時は、B マイじゃない、 C マイナーだ、 C マイナー、まあ、ごめんなさい、キー G で話しますね。B マイナー、 B マイナーの A マイナー、 B マイナーの E マイナー、この繰り返し、 B マイナー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 ですね。で、これ、これですね。
で、これリズムが難しいし崩れやすいので、あの初心者の方は簡単でいいと思います。このチャ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 とかでいいと思います。で、今回やったのは、まあ、Bm、 この1弦まで鳴らしてないですね。パワーコードでやりましたね。だから Bm の5弦4弦3弦だけ、この方が感じが出るというか、ここでがっつりジャン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 ってやっちゃうと、あのサビの盛り上げを奪っちゃうので、ここわざと落とす、ちょっと暗い感じで、低め、なんていうんですか、テンションを低くするというか、盛り上げるためにここを盛り下げるというところですね。で、難しい方はここでいきましょう。 I know I'll be moving There's nothing I will change。 こんな感じでいいと思います。で、 Much too nice to be on Hey my nanoですね。うん、だからこう使うコードが、Bm が出てきた感じかな。で、また Am の D で D D G に戻る。まあサビ戻る。短くなりますね。でまた、あ、そっか、ストロークの話もしないと。ジャンジャカジャカジャン、ジャンジャカジャカジャンってどうでしょうか。ジャンジャカジャカジャン、ジャンジャカジャカジャン、ジャンジャカジャカジャン。読んでないでしょうかね。できれば2拍目4拍目1、2、3、4、2、4の2つを強くするといいですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、これだけで感じが、リズムが生き生きしてきますので、絶対おすすめです。1と、あの、なんじゃないか、2と4以外は全弦弾かない。2と4は1弦まで振り下ろすっていうのもおすすめです。1、2、3、4、1、2、3、4。めちゃくちゃノリが出るので、これだけで、これだけで一人バンドみたいな感じが出てきます。おすすめですね。はい、こんな感じで、難しくなく、記憶力、シンプルにいきたいと、いけば、だからコードを5つ覚えればいけますので、ぜひやってみてください。はい、そんな感じで初心者編としましょう。はい、では、マッツ奏法編いきましょうか。マッツ奏法編はね、特にこれも感想のところと、サックスソロ、今回のね、タイトルにしました掛け合いの、掛け合いって言葉を使ったんですけど、そこだけ主に工夫しましたね。あとはベースが、ボン4つ、ワン、ツー、スリー、フォー、本当はこういう感じでなってるといいんでしょうけど、極力ちょっとそんな雰囲気を出しましたね。わかりますかね、ベース。ここは普通です。ここだけドドドドドンドンみたいな感じになってますね。小指で Em の時、小指でこのダダダダダ、ここの音を入れてやると動いてる感じに感じる。
で、Am の時は、もちろんこの5弦開放の A の音が鳴ってますよね。で、ダン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 にしましたね。わかりますかね。6弦を触ってならないようにして、で6弦弾きたい時は逆に6弦もちろん離して、5弦をこのなんだ中指か中指の先で触ってミュートしてます。バーが鳴る。で雑でいいと思いますね。録音になっちゃっても全然いいと思います。こんな感じで、ベースを動かすというところで、あとは初心者編でも言いました、この1,2,3,4,1,2,3,4ですね。2と4を強くする。ここで、ベースとドラムがいるような感じにしてます。で、そことあとはその掛け合いですね、これを説明しますね。キーが A フラットで1カップをしてオープン G が使える。これが最大のポイントで、G の時は こんな持ち方しました。親指を6弦でルートで、極力5弦は親指の先でミュートしてる状態で、1弦を、人差し指で押さえると6,5,4,3,2,1 この状態。そうするとどうなるかというと、ここの3本が浮くんですね、指が。これが美味しい。でここでメロディーを弾く。まずは感想からいきましょうか。感想の説明から、感想は、サックスと女性の高いファルセットが鳴ってるんですけど、この女性のコーラスの方を使いました。そのメロディーが、このメロディーを同時にコードとベースと同時に弾く。こんな感じで、だからそのこの開放弦が使える、不協和音じゃないっていうところが最大のポイントですね。この歌謡弦をガシャガシャ弾いても怖くないっていう。で、あとはあの E マイナーの時ももう離しちゃう、思いっきりもう歌謡を鳴らしちゃう。Am の時は高いポジションに行きました。さっきはここでやってましたけど、ここで、なおかつ開放の5弦を鳴らしてルートで、 D もあのこの Am のフレーズを弾いてこっちに行くと忙しいので、このシャッ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 って動きが忙しいので、一旦ここで逃げておく。で、2弦の音がメロディー、これ鳴らしながら、で違和感がないところで、ねーねーねーにこっちに戻る。
ードベースとリズム、コードベースドラムがいながらかつ女性がいるって女性コーラスがいるというところでやってみました。で、あとは、B メロ終わりのサビですね、戻るところ。Much too nice to be honest for my emotions。 ここでサックスが入ってきますね。こんなフレーズがありました。ちょっと違うかもしれないですけど、ここに、さっきの女性コーラスと同じような要領で入れてます。ちょっとこれだけなんですけど、これがあるとないとでは全然違うんですよね。この間延びしちゃうんですよね。ここが持ってないんですよね。このパッパッパッパって来てくれるのが嬉しいんですよね。なおかつなんかサビというか感想に行くにつれてその盛り上がっていくぞって感じをここで出してるんですね。これが、ポイントですね。まあマッツ奏法ってねすごい自信満々に言ってますけど、隙間を埋めるメロディーというとこですかね。まあそれを鳴らすだけでもう、演奏がすごいなんていうんですか、豊かになると思いますので、ぜひやってみてください。この開放弦使えるよってのがポイントです。はい、こんな感じで松奏法編の解説でした。ポエトリーインモーション、最初に言いましたけどめちゃめちゃ素敵な曲なのでね、楽しく素敵な感じでもう愛を込めて、演奏してみてください。参考になれば幸いです。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。